一緒に写真を撮りに行く？困りごとなら。ああ、竜。魔音の御か。お前が会いに行け。実は寿命。お前、せん彼らの体に他のことについては、竜女は寿命族には竜白露様。噂によれば、いや、別にそれにこれまでに竜女様だが。お前が知っている。今はあそこに。それは俺も気になる。それは他の同点お前に頼み。二つ目は人手が足りないん。抜け出すこと自体は魔音の実は病気じゃ。お前たち短命。老衰は遅らせる。先週には向か。それに竜女様が魔予想外の危機が起こ。お前は軽減症。こう言っては失礼か。いい返事だ。白露様、私の言うことを聞いてくださいと言いましたよね。あなた様が力を使うと注目を浴びてしまうで。わしは患者を治療しておっただけじゃ。私の体の事情は白露様が最も詳しいでしょう。広場に獣王子の人間がいたら私は。獣王子。あなた獣王子の名作ではない。今回わしが探偵使を抜け出し。ヤクロ様、落ち着いてよく見てください。わしを驚かすでない。ん、待て。さっきの広場でわしが魔音の実に囲まれていた時、主が奴らを倒してくれたじゃろ。ハンカよ、主はこれからどうやって行けばいいかわからぬと言って。いいえ、白露様、私は彼女を信用できません。お帰りください。白露様のお世話係は私だ。二人とも喧嘩をするでない。まずはわしらが隠れるの。早くして、待ってる間に眠くなっちゃいそう。レンジフードの掃除か。白露様、こっち。うむ、主、話なら後。とりあえず話を聞いてみて。鬼だのなんだの、僕は信じないからな。そこの方、少し。そうせかさないでください。探偵士の服を着たあなたと同じくらいの僕は彼女の同僚なのです。そうでしたか。そっち、随分と確信を。盛り上がっ。服装を見る限り、もしかしたら。持っていこう。持っていこう。持っていこう。
持っていこう。いや、やっぱりやめ。早くして。待ってる間に。レンジフードの掃除から。ここには誰もおる。ネッシが戻って。それで、どうじゃった？どうせアイコレ、ハンカ。彼女は、確かに。はぁ？はぁ？探偵師の医師が探していた相手がハンカだと示せるし。ちょっと待って。これが証拠だよ。この手紙。待て。ぬ、確か、白老様。魔音の実の治療。これは、薬王。この証拠。じゃあ。確かに私は、薬王秘伝のもの。ですが、私は決して、白老同点を出る前に、白老様と取り。先に白老の話を聞いてみよう。申し訳ありません。私は寿命族の掟に反することをしたい。私に残された時間、逃げてしまえば薬王秘伝に。主はわしによ。彼の名前は以前の私。あの感覚はそこで。私はですから、私には薬王秘伝は。しかしですから。確かに長年診察を続けてきて。薬老ハンカ、私は。地高寺の高台だ。よし。正式な手続きが必要なことな。おい、誤解しているようだが。はいはい。もちろん乗ってくれて構わない。主はわしが。ありがとうございます、ピャクロさん。ダメ、帰り。でも忘れてはいけない。あそこに行かないと。まずい、上ごとを言い始めた。もう安心薬が効く状態ではない。放電せねばならん。どうし、主。ハンカ、医者の言うこと。主、何か手がかり。病人の看病はこのエリアを中心に手がかりが残されて。動くな。あの日、彼はそれまでの私。時々これからの際、両目は。すまんが、白老様。わしは物心が。治療は所じゃが。薬王秘伝の手下に追われて、あの二人に教えよう。どうじゃ。彼が無事でよく。ならん。いいえ、手を貸し。あなたにも、その言葉を聞いて。
時気づいたのじゃが、この辺りには薬王秘伝の手下どもがうようよしておる。私のような裏切り者が出たのですから。ほれ、うち今回は足を引っ張ってないでしょ。白露様。ふん、あや、白露様、気をつけて。お前たちがここに来たということは、シーは失敗したということか。おや、これはこれは、龍女様ではないか。てしらじらしいことを言う。クサガキ、お前は後で始末してやる。誰か、まずは裏切り者を捕らえて名簿を見つけるんだ。おい、お前たち、なん？私に命令しているのですか？お前、獣王の制裁、獣王氏の反乱。この獣王氏の反乱は、しっ、あなたたちは何者ですか？旅客？そこの娘、表あ、助けて、反乱の、報告します。節位様、流雲はここは安全ではありません。誰か、この者、あの獣王氏の、この道を進んで、運気が薬王秘伝もおる。もう彼らを気に、この先には武器を持った悪人がいますので。彼はじゃが、あそ、おい、ぬ、さっき運気、これは、うん、ぬしらはわしをた、止まりなさい。よく見たら頭に龍者様は普段から探偵士を、いやじゃ、いやじゃ、まだあそ、これは。はい、それに気にしないでください。わしは通行を許可します。お二人ともお疲れ、ありがとうございます。どうじゃ、え、そういえば、どうなっているか、じゃが、すみません、私のせいで
あなたたちを危険なことに巻き込む。もう何も言うで。ありがとうございます、白老様。着いたぞ。奴は、彼は、じゃが、ぬし、あなた、うむ、ちゃんと覚えておる。わかった。わし、大人の感情は。君たちは薬王飛天か。うむ、やっと来てくれ。君たちが繁華に言わ、おい、本当なんだって、あの武装した化け物。そんな、僕を連れて行ってくれない。つまり彼女は途中で服を着替えてしまう。彼女は君たちに。君たちは知らないのか。チッ、クス、名簿だよ。約束の名簿さえあれば、僕本のクソババ何度も約束してくれたから、結局一番大事なことをな。いや、僕にとって一番大事なものは戦士。それはこの女の妄想だろ。そん、治療、なんだ、早く治療をさせ。は、治療は理解できない。僕たちは騙されて。黙れ。それはならん。奴の病気は治したが。どうじゃ。わしは今。列車。今の前に。じゃが、礼を言うぞ、小娘。